大発同艇。大発同艇は、1920年代中期から1930年代初期にかけて開発、採用された大日本帝国陸軍の上陸用、終艇。通称は大発。また、陸軍の技術協力によって、相当数の大発を運用した海軍においては、14メートル特型運河船の名称が使用されている。第一次世界大戦まで。 上陸船において、兵員装備の揚陸には、カッターボートや橋家が使用されていたが、これらは、機動力や防御力に欠けていた。第一次大戦における、ガリポリ上陸作戦でこの点が懸念され、イギリス軍で世界初の近代的な上陸用、集停である、X ライターが開発された。これは、走行付きの自走橋家で、揚陸作業時には、 亭主から道板を繰り出せるようになっており、実用的で、使用実績が良好であったことから各国に、近代的上陸用集艇の価値を認識させた。第一次大戦終戦間もない1920年代の日本においても、ガリポリ上陸作戦の戦訓及び、島国であるその地理的条件、在フィリピンのアメリカ軍、極東陸軍を、仮想敵国とする大正12年。 帝国国防方によって、帝国陸軍は列強各国以上に上陸船に対して関心が特に高かった。そのため、軍隊や物資の輸送を担当する陸軍遊具が中心となり、上陸用集艇の開発が進められることとなった。当初は従来使用していた橋系の基礎化を目指したが、演習での使用実績は芳しくなく、新規に兵員専用の昇発動艇。 小発及び汎用のダイハツ同定、ダイハツの開発に移行した。開発が始まった1924年、大正13年に示された訓令では、ダイハツには主に以下のような性能が要求されている。運用部では、この要求に対し、まず小発を大型化した A 型を開発、ついでこれに改良を加えて、B 型以降、C 型、 D 型の量産堤を設計した。B 型以降の堤では、堤主が地面に向かって倒れるように開き、これを満ち板、歩み板、ランプとして使用するようになっており、揚陸作業の効率化が図られている。この歩み板兼用の堤主は、後の各国の上陸用集堤に見られる設計で、あるが、当時としては非常に画期的なものであった。 そのため日本軍は大発を重要な軍事機密として扱い、検閲により報道用写真への使用が禁じられていた。しかし、シナ事変に実戦投入した際、アメリカ軍により写真撮影されてしまっており、第二次世界大戦におけるアメリカ軍主力上陸用集停で、ILCVP、ヒニンズボートの設計に活用されることとなった。 完成形である D 型は主力型として、第二次大戦敗戦に至るまで、数千隻を量産、陸軍のみならず、海軍においては14メートル特型運河船、特型運河船として、小発10メートル特型運河船ともども採用され、大々的に運用された。D 型は、量産期間が極めて長いため一部に紹介量や簡易化がなされており、 また臨時に武装を施したものや武装大発発展型としてさらに大型化したものなど多数の派生型が発生産されている派生型搭載機関はディーゼルエンジンが主力であるがガソリンエンジン搭載艇もあったなお14メートル特型運艦船海軍使用艇には主機を灯油を燃料とする石油エンジンとしたものもあるこの石油エンジンは 海軍が内科艇等で使用していたものと同等のものである。さらに、帝国陸軍においては、大発等多数の上陸用集艇を迅速かつ安全に発進させることのでき、先進的な揚陸艦上陸用集艇母船を1930年代初期に開発。1934年、昭和9年に浸水した新州丸と、 その発展型である1941年、昭和16年浸水の秋津丸は、修径格納庫内に約30隻のダイハツを搭載可能であり、その修径運用能力の高さから、数々の実戦や輸送任務で活躍した。なお、新州丸は、カタパルトを秋津丸は、全通飛行艦板を用いた航空機運用能力を有しており、 上陸部隊の支援攻撃を意図した、この能力から、両船は強襲揚陸艦の先駆的存在でもあった。また、大発等の上陸揚集艇とは別に、より高揚性に優れ重量物の揚陸に適した、ビーチング方式の戦車揚陸艦、アメリカ軍の LST 総統の揚陸艇も1930年代、後半より開発されており、これは、機動艇。 s s t として実用化されている。陸軍が本格的な上陸用集艇や、揚陸艦艇を開発、保有した背景について、当時の海軍は、戦闘艦の整備に傾注し、揚陸艦といった支援、補助艦艇の開発には極めて消極的で、近代戦において進化する、上陸船のみならず、遠隔地への軍隊輸送、海上護衛、戦団護衛に対して理解がなく、 揚陸艦のみならず上陸用集艇、上陸支援艇の開発、保有は必然的に陸軍が行う必要があったことに留意しなければならない。また、陸軍が海軍とは別に揚陸や輸送を目的とする独自の船舶部隊、陸軍船舶部隊を保有することは日本陸軍だけでなく同時期のアメリカ陸軍でも大々的に割れていた行為である。 正式採用された大発及び小発は、各演習及び実戦においてその威力を発揮し活躍した。1932年、昭和7年の第一次上海事変では、大発等を用いて、上海派遣軍の第11師団を、中国国民革命軍第9素事軍の背後に上陸させる7両高上陸作戦を成功させ、これにより、 第19素事軍は撤退し日中停戦の決定打となった。戦艦機は上陸戦を意識した陸海軍合同演習において帝国陸軍船舶部隊は常述の特殊船、新州丸等と共に連戦を行い、品事変では大発と新州丸核軍隊輸送船をもって、太子湖、甲州湾、バイアス湾、海南島等における 各上陸作戦を成功させた。一例として、甲州湾上陸作戦では、大発八十一隻、小発九十四隻、総皇帝三隻、高速帝皇四隻、高速艇オ十隻,隻相当数の船舶が投入されている。太平洋戦争、大東亜戦争においても、上陸作戦が相次いだ初戦の南方作戦において、大発や新州丸、秋津丸は活躍し、 日本軍勢力圏拡大に大いに貢献した。大発はこれら大規模な上陸作戦のみならず、将兵や物資等の一般的な揚陸任務にも威力を発揮し、またその汎用性の高さから輸送、連絡、紹介、偵察等にも盛んに用いられた。連合軍による輸送戦団攻撃によって軍隊輸送や補給に苦心したガダルカナル島の戦いでは、 大発を主力とする輸送船団が臨時編成され島図体に移動する終停軌道がなされ以降ニューギニアの戦いフィリピン防衛戦闘でも行われたアリエソ送また海軍では揚陸輸送任務の他にも総裁艇艦裁艇補助苦戦艇補助総海艇としても使用していた北方であるアリューシャン方面の戦いにおいても大発は活躍 奇跡の作戦と謳われたキスカ島撤退作戦では約5200名の同等守備対象兵を大発のピストン輸送によりわずか55分という短時間で迅速に収容し作戦は成功しているペリリューの戦いではパラオ本島バベルダオブ島から激戦中のペリリュー島への増援として大発島を持ち1個大隊不評第15連隊第2大隊の 逆上陸を観光。海上軌道第一次予断輸送隊によって、輸送、揚陸が行われ、アメリカ軍が正解権、正空権を持つ、状況下で半数近い損害を出すも、大隊長以下、第二大隊は同島へ逆上陸した。1944年、昭和19年5月10日に公開された、日本ニュース第206号、メイン戦線では、ビルマ戦線にて、 ベンガール湾につながるを遡り、前線への補給任務を行う陸軍集停隊と船舶兵が取材されていい。本映像で、集停隊は走行艇以下複数の大発、小発からなり、両岸はジャングルのため、草木を偽装として船体に付し、敵機、スピットファイや飛来時には煙幕を展開し回避行動、降車姿勢の92重機関銃や、 陸角降車機関銃等にて、対空戦闘を行う姿が映されている。戦後、日本軍及び、連合軍が放出、内視流出した一部のダイハツが、民間において使用されている。日中戦争での河川域における戦闘や、太平洋戦争での南太平洋を中心とした、島し部における戦闘では、多数の小型部想定が必要とされたため、 大発の一部は臨時に武装を施され、補助法廷として運用された。典型的な武装としては、選手に限定社会の仮設砲座を設けて41式三砲や94式 37mm 砲を搭載し、中央部、後部に機関銃を搭載したもの、中央部に乾板室を仮設しその上に銃座を設けたもの等があった。1941年、 昭和16年3月には、沿岸の敵陣地の制圧を目する応用法廷として、小型規定及び特大発動艇に、主力野戦術砲である強力な96式15センチメートル榴弾砲を搭載し射撃する研究がされている。特大発動艇には底板を補強することで容易に、搭載可能、かつ射撃も平穏な海上では概ね実用に適し、 半板上の余り席が少なく選手前進方向に射撃できない規定と異なり前進方向に射撃可能でることから規定搭載に比して特大発搭載が有利と認められている。なお、この搭載射撃試験時の写真は数枚現存している。武装大発は対陸上戦や上陸部隊の支援攻撃には有効であったが、その武装は 対衆艇用としてはあくまで自衛の意気を出ないものであり、アメリカ軍の高速重武装な懲戒魚雷艇である PT ボートとの戦では、機動力が低く武装も、射撃範囲が狭いなどの限界があり苦戦することが多かった。帝国陸軍は小型の戦闘艇、戦闘用衆艇として、大発の開発と並行して1920年代後期に、 上陸時の終艇護衛支援攻撃を目的とした本格的な法廷である総工艇、AB 艇をまた上陸時の偵察を目的とした高速偵察艇として高速抵抗を開発運用していたが総工艇は重武装ながら低速力であり高速抵抗は日本軍艦船最速は誇る高速性を持っていたが弱武装であったそのため終艇護衛のための 高速小型小海区船艇であった高速艇兵を元に大魚雷艇、大潜水艦用の重武装かつ高速な駆逐艇、カロ艇が開発、生産されることになった。海軍は太平洋戦争末期の拠点防衛用に魚雷を装備させて補助魚雷艇とした雷装大発を投入した。給与の策であり、戦果を上げることも生還も困難であったと思われる。 フィリピンのルソン島やミンダノ島で配備記録がある。海上機動用に試作された小型の戦車用陸艦に相当する拡大型であり、新鋭主力中戦車となるべき4式中戦車地と地と車等約30トンの重量物を積載可能。1945年3月に95式系戦車と97式中戦車を一両ずつ搭載した運行試験を行った。 以下は、非正大型発動艇試験計画及び、設計、大型発動艇一般配置図における書面。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。